あれケバブ屋が、あれケバブ屋は、あれケバブ屋は、お、大衆酒場いいね。あー、うまそうだな。俺今日ウィダーインゼリーしか飲んでないっすよ。俺朝飯ウィダーインゼリーしか飲んで、1個ウィダーインゼリー1個。ああそう、だから本当に気をつけた方がいいですよ、マジで。いろいろそういった事件ありますから、女子高生コンクリート殺人事件とかもあるけど、それ以外にもそこら辺の人間に殺されるっていうか襲われるとかあるんで、絶対ケバブ、ケバブ、お、すいません、これ、はい、録画してる、いやいやいや、ケバブ屋さん、イエーイ、大盛りします、大盛り。いや、ちょっと今まで、初めてなんですよ、ケバブ。あ、どうから、ケバブ頼む。初めてですか？初めてなったらあなたの特別していけるよ。例えばおすすめはハムチーズですよ。これとチーズとこれです。で、これは大盛りはサービスですよ、よかったら。辛いの好きなんですけど、これは辛くない、ちょっと辛い、やばい、冗談じゃない、選べるよ。これは本当にやばいですか？やばい、見て、大変なことになる。これ普通の辛い。あ、じゃあこれにします。これやばいよ、やばい、冗談じゃないよ。あ、いいですよ。あざす。アーベハリミチーズ、はい、一番辛い、手の口転がさない、はい、いくらですか？800円ですね、大盛りサービスですよ。あ、Thank you、 Thank you。一応頼んだのがこの、焼きチーズケバブの大盛りの、大盛りがサービスだったんで、であと、チリの、かける2倍がこれやばいっていう話なんで、これにしました。大盛り、おー、すごいすごい。おー、女の子見えないようにしてるから、今ね、見えないようにしてる、俺は隠してるわ。一番辛いやつ。どんだけ辛いんだろう。興味あるな。はい、ありがとうございます。ありがとう、大盛りね。はい、辛いやつが来ましたよ。ここにしようか。お団子、お団子、
こ大盛り、はい、あこ、はい、どうぞ。はい、ケバブ屋さんの超激辛って言ってましたんで食べます。いただきます。おごりですか？え、私じゃないの。いや、あ、あの人のおごり。なんかコカコーラもらった。おーごり。Thank you。なんかね、コカコーラね、あの、いただきました。あれ、金来ないで。おーごりしてあげて。俺本当あのコカコーラダメなんですよ。あのカフェイン入ってるんで。カフェイン過敏症なんで あんまり飲みたくないですけど、さすがにあのもらったんで飲みます。グッド。ただそんなに辛くない。こんな感じ。見られてる。これなんかマヨネーズと、マヨネーズと辛、唐辛子。大盛り。大盛り。グッドグッド。多分マヨネーズと今唐辛子みたいな味です。
ソースが。おいしい。あ、トマトも入ってる。トマトも入ってるよ。お肉と自分で作れる。であとパンっていうかナンみたいなやつ、あのパン生地にナンみたいなやつ。大盛り大盛り。そうそう、おいしいおいしい。おいしいよ。ボリュームがある。ケンス鍋。ケン。あ、久々にコーラ飲んだけどうめえな、やっぱ。あ、うまい。トマトうまい。トマト美味しい。トマト、トマトうめえな。チーズチーズチーズ入ってる。はい、どうぞ。あ、おいしい。もはや語彙力なさすぎておいしいしか言えない。
わざおお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 ただ、あの美人なのはいいんだけど、どう考えてもあのどう考えてもあっちもあっち方面ですね。あっち方面のあの女の子です。アクバルって何それ？言わんぞ俺は。キャベツも入ってる。キャベツ。キャベツたくさん入ってます。ケバブ。Beleş diyor. Sana
Ama beleş istiyor, beleş istiyor. Hayırdır abi? Bırak abi yemek yiyeyim, bırak abi yemek yiyeyim. Böyle bir dünyam var la. Geçen gün sütten yedim, bugün gün. Over, over, over. Mas pro! よかったです。ありがとうございます。また明日。バイバイ。あれ、全然辛くなかったっすね。辛さ度数で言ったら20ぐらいっす。あれで、やばいって言ってましたけど、全然やばくない。さて、俺は帰りますか。
まあ目的のブーツも手に入れたことだし、目的の一応ブーツは実はもう買ってあるんですよ。俺が欲しかったのはこちらです。じゃがじゃーん、A&W のルートビアという商品なんですけど、こちらがですね、まあ、沖縄で一般的に、コーラと同じように飲まれている、ものなんですけど、コカ・コーラは俺さっきも言った通りあれなんですよ、ダメなんですよ。コカ・コーラダメなんですよ。カフェイン入ってるんで、カフェインの中毒なんで、まあ、過敏症ね。で、この A&W ルートビアはですね、値段150円です。こちらカフェインが入ってないということで。で、しかもまあ俺も昔飲んだことあるんですけど、サロンパスの味がするんですよね。サロンパスの味がする。出会い系の姉ちゃんはね、いません。釣りです。釣りタイトルです。で、とんでもなくまあこれサロンパスの味と、ものすごい甘いんですけど、沖縄には、ファーストフード店で、これがもう、ほぼほぼ、常備されているっていう、ものですね。こちらが、クリームソーダ味の、ルートビア。中に まあルートビアと似たようなもんです。ちょっとゲーセン寄ってく？ゲーセン寄ってきましょうか。レトロゲーセンがいいんだけど。